エアバス A300B4 型、キマーハーン航空は、イランの民営航空会社である。国内線及び中近東、ヨーロッパ、南アジア、東南アジア、東アジアへの国際線を運航している。当社は1992年に設立された。翌1993年、イラン初の民営航空会社として運航を開始。2001年、IATA に加盟。親会社は、 モーリー・ヨル・モバヘディーン財団で96%の株式を持つ。従業員は2007年3月現在で1616 16名である。当初は99名乗りのツポレフ154型機を2機保有し、テヘランと国内の2カ所を結ぶ路線を運行していた。当社が実質的に成長を始めたのは1999年の行動機エアバス A300 型機。 2001年のエアバス A310 型機が導入されて以降のことである。これによって当社は当時運行していた域内目的地を超えて路線を拡張することが可能となったのである。イランにおける市場シェアでは国内線において8%、国際線において13%である。2016年に欧米諸国からの経済制裁が解除されたことで老朽化する一方だった。 イランの航空各社の機材が新調される契機を迎えたが2018年になるとトランプ大統領が核合意離脱を表明したためにイランへのアメリカ製品輸出が再び禁止され新機種導入は中断した2013年5月現在以下の都市に就航しているエマアムホメーニー国際空港に並ぶマーハーン航空機アメリカ政府による制裁により イランの航空会社の旅客機は、気度しが高い。ボーイングやエアバスから直接機材を購入することが、できず、第三者を通じての購入、または、中古機材の導入となる。2016年1月、経済制裁解除を受けて、イラン政府は、ボーイングエアバス両社からの新機材導入の計画があり、マーハーン航空でも、例外ではなく国営のイラン航空とともに、 アメリカを含む北米への乗り入れを行う狙いがある。機材では B737NGB777 から 300ERA320 ネオ A380 クラスが妥当としている。2019年現在、マーハーン航空の機材は下記の通りである。2007年9月11日、欧州委員会はマーハーン航空を EU 域内乗り入れ禁止航空会社に加えた、乗り入れ禁止は一定の制限を設けている。例えば、マーハーン航空が EU 基準を満たす他の航空会社などからウェットリースした機材による乗り入れが可能である。2008年7月25日に安全性が確認されたとして解除された。2005から2006年シーズンのイランプレミアリーグにおいて、 サッカークラブペルセポリス FC を支援した。abarabianbusines.com スタッフライター、メイキングウェーブス。arabianbusines.com http://www.arabinbusines.com s スラッシュインデック .php オプションイコールコムコンテントビューイコールアーティクル &id=86792008 イコール年1月13日閲覧グリーンウッドジェンママハンエアーメイクスウェーブス a r a b i n b u i s i n e s s c o m h t t p w w w a r a b i n b u s i n e s c o m スラッシュインデックス .php オプションイコールコムコンテントビューイコールアーティクル &id=70012008 イコール1 2008年1月13日閲覧米 ボーイングなどの対イラン旅客機輸出免許を取り消しへ、イコール財務長官イランのマーハーン国、A340 で、デヘラン、公衆船に就航 https コロンスラッシュスラッシュ www.mahan.error スラッシュ en スラッシュ fly-with-mahan スラッシュ mahan-fleet スラッシュブラックリストオブバンドエラインズ。 The European Commission Adapts New Measures, European Commit, HTTP Europa, EU, Rapid, Press Rarice Section, Do, Reference イコール IP, 07-1300&, Format イコール HTML&, Age イコール Ray Language イコール An 2008年1月13日閲覧。ありがとうございます。